こんにちは、猫は好きですか？解説の霧雨マリサです。こんにちは、小田氏春の肖像画の猫が気になる白霊霊夢です。肖像画に猫がいる理由がわかる人がいたら教えてください。コンパク用夢です。今回は小田氏春パート3をやりたいと思うな。これで小田氏春シリーズは完結となります。前回までの復習を簡単にやってみましょうか。小田氏春は前回までにすでに7度も落城していますし、周辺大名にもかなりやられています。上杉謙信を怒らせたりもしているし、家臣の言うことを聞かずに戦いに敗れるなんてこともあったよね。でも、敗れるたびに復活してくるんですよね。前回の最後では、家臣の菅野山笹田が城を奪還しているよね。それでは、続きを見ていきましょうか。今年も終わりじゃの。そうですな。今年の正月も打城で過ごせるのはそちのおかげじゃ。いえいえ、滅相もございません。殿の人徳のおかげです。ところで年末の行事の準備はちゃんとできているか？もちろんでございます。これが一年の楽しみじゃからな。解説を入れますが、織田家では年越しの大忘年会が恒例の行事となっていたようです。身分に関係なく楽しむ大忘年会だったみたいよね。この大忘年会は朝方まで楽しむのが通例となっていたようだぜ。身分に関係なく楽しむあたりが織田氏春人気の秘密かもしれないよね。大忘年会となれば織田氏春も気を利かせて家臣の前で一発芸でも披露したのかもしれないな。でも、この時に事件が起きるのよね。今日は毎年恒例の大忘年会じゃ身分に問わず全員が楽しもうぞ。朝方まで飲むぞ。この大忘年会で隙ができるのを狙っていたのが大助政となります。奴らは恒例の大忘年会を開いている泥酔者続出の技じゃ。今なら楽に勝てる。殿、大変でございます。どうしたのじゃ。よったよった、大助政が攻めてまいりました。何？泥酔者続出でとても戦いにならん。とりあえず全員逃げよ。簡単から落城しちゃいましたね。しかしこの時の織田氏春の立て直しは早かったわけです。落城に慣れすぎていて、手際も早くなったんですかね。大助政め、大忘年会を狙うとは許せん。殿、ご安心ください。続々と兵士が集まってきておりまする。これならさっさと織田城を奪還できるかもしれぬ。殿、ついに兵士は5000を超えたようです。織田城奪還に動き出すぞ。織田氏春は元旦に落城したにもかかわらず1月11日には城を奪い返していたわけです。鮮やかな電撃作戦よね。やればできる人だったのかしら。しかし、名将になれないのが織田氏春という人物となるな。やっぱり、この後に、織田城で変な噂が流れることになります。我が家臣である上総司都氏と小畑入道に謀反の噂が入ってきておる。私は上総司都氏や小畑入道が謀反を起こすとは思えません。我らの戦力を削ごうとする敵の策略と考えるべきです。上総司都氏と小畑入道に使者を派遣して様子を見てからことを起こすべきです。わしは出陣することに決めたぞ。殿、私の言うことをお聞きください。謀反を企んでいないのであれば、私が出陣するだけで二人はすぐに降伏するわずじゃ。織田氏春が出陣すると、上総司都氏らは使者を送ってきます。上総司都氏らの使者に対応したのが、織田氏春の息子である織田森春です。私たちは謀反など考えてもおりません。これは我々の中を裂こうとする敵の策略です。謀反がバレたために嘘を言っているのであろう。こやつら大きく見せよ。これにより上総司都氏らは引くに引けない状態となってしまい、佐竹家に援軍を要請することになります。一説によると、謀反の噂は大助政が仕組んだ策略だったとも言われています。親子二人で策略に引っかかった可能性もあるよね。佐竹家では上総司都氏らの援軍として、真壁氏元を派遣することになります。真壁氏元は鬼真壁と呼ばれ、織田氏春の天敵よね。しかし、この時の織田氏春は今までとは、一味違っていました。最初だけですけどね、真壁氏元の軍に攻撃をかけよ。はは。この調子じゃ、織田軍の強さを見せつけてやるのじゃ。我が軍は、押し込まれているようじゃな。そのようです。今は耐え時じゃ。織田軍に隙ができるのを待て。はは、殿、大変です。我が軍の前衛が前に出すぎてしまい、我らがいる後方が手薄になってしまっています。しまった。織田氏春の陣が伸びすぎておるわ。織田氏春の本陣に鉄砲と弓矢を打ち込め。
はは。あと、織田軍は必ず撤退する。追撃戦は行わず、このようにせよ、ごにょ、ごにょ。わかりました。兵士が混乱し、これでは戦いになりませぬ。織田城に撤退しましょう。わかった。織田城に撤退することとする。織田氏春は撤退したわけだけど、この時の真壁氏元の軍は追撃をせずに織田軍に並行して走ったと言われているな。そして、織田氏春の軍よりも先に真壁氏元の方の兵が先に城門に到達するのよね。わしは織田氏春ぜ。城門はけい。わかったのだ。真壁氏元の兵士は織田氏春のふりをして城門を開けるように命令したところ、門番が城門を開けてしまったことで落城したわけだぜ。門番にはもう少し起点の利く人物を配置しておいた方が良いのでは。なお、この後に織田家に不幸があります。織田家の軍師である天場玄哲斎が亡くなってしまうのよね。天場玄哲斎が亡くなった時の遺言が残っているな。殿、私は遺言を残しておきたく存じます。わかった。決して野戦を挑もうとは考えてはいけません。城にこもりひたすら援軍を待つべきです。うむ。防御に専念することが最も大事であり、これが最良の策でもあります。わかった。天場玄哲斎が亡くなってから佐竹家に属する大助政が織田領に攻めてくることになります。我らが宿敵である大助政が攻めてきたようです。よし、出撃することとする。天場玄哲斎は、野戦を行わずに籠城戦に徹して援軍を待てと遺言していますが、それでも、出撃なのじゃ。野戦で敵を叩く。そうですか。大助政の軍に攻撃をかけよ。はは。軍をさらに前進させよ。見ていると敵の兵が少なく感じます。これは伏兵が潜んでいるのではないでしょうか。軍を前進させるのじゃ。はは。これは落城とは関係がないんだけど、織田氏春を象徴する負け方だと思うな。軍師が籠城して援軍を待つように遺言しているのに全く効かないのよね。織田氏春公らしいですね。なお、野戦では敗れましたが、織田氏春は手ごまる城を堅固に守り落城はしなかったようです。落城しなかったのは成長したと取るべきでしょうかね。ちなみに、この頃になると北条氏康、上杉謙信、武田信玄、織田信長などもこの世にいません。豊臣秀吉が北条氏を滅ぼして天下統一を狙う段階なのよね。この頃になっても生き延びていたところがすごいわ。時は、1590年の豊臣秀吉の小田原攻めの時となります。秀吉の小田原攻めの時に、織田氏春は織田城を奪還しようと企てるのよね。織田城奪還の最後のチャンスと思って出陣するのよね。ただし、佐竹家はすでに豊臣秀吉に侵入している状態です。織田家の悲願であった織田城を佐竹家から取り戻すぞ。殿、織田城の援軍として大助政が駆けつけたようです。奴と戦うのも、これが最後になるやもしれん。我らは、これから大助政と決戦をいたす。わかりました。殿、撤退するほかありません。無念じゃが仕方なしじゃ。この後に、豊臣秀吉が北条氏を降伏させて天下統一することになります。秀吉の天下統一ということは、織田氏春は最後に織田城を奪還できなかったのよね。でも、織田氏春の行動が問題になっちゃうんですよね。豊臣秀吉が北条家を降伏させた後に、次のようなことがあったはずです。そちが織田氏春か。さようでございます。私に侵入した佐竹家の織田城を攻めるとは何事ぞ。それは、そなたを領地没収の上で改易とする。ここにおいて鎌倉時代から400年続いた名門である織田家は滅亡することになったわけだ。でも、豊臣秀吉も織田氏春の命までは取らなかったようね。織田氏春が処刑されなかったのは、
豊臣秀吉も織田氏春に会ってみて何かを感じたのかもしれないな。ちなみに、織田氏春は後に徳川家康の次男である結城秀康の家臣となります。織田氏春の娘が側室として、結城秀康に嫁いだのが原因よね。関ヶ原の戦い後に結城秀康が加増されて越前に違法となると織田氏春も越前に行くことになります。越前に到着してからしばらくして織田氏春は亡くなったんですよね。織田氏春を見ていると強いばかりが戦国大名じゃないってのがわかる気がするな。落城を重ねて領地はなくなっても戦国の世を生き抜いたからね。織田氏春は領民に非常に好かれていた話もあるな。織田氏春じゃないと年貢を払わない人もいたって話ですよね。不思議な魅力の持ち主だったんだろうな。それにしても織田城は落城のしすぎよね。織田城が落城した理由なんだけど、様々な理由があったようだな。視聴者様が教えてくれたんだけど、守備が非常に弱い城だったみたいですね。周辺の山に登ると城で何をやっているのかすぐに分かったとか、そういう話もあるようだぜ。他にも、平城で四方から攻められるから兵数が多い方が勝つとか、そういう話もあるみたいね。守りに適していない城だったことは、間違いなさそうね。これだけ戦いに負けて落城しても死なないのは日立の不死鳥の異名にふさわしいと思うぜ。不死鳥とかフェニックスの文字が入ったコメントも多かったよね。それじゃ、今回はこの辺でお開きとします。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録をお願いします。それを励みにウプ主は頑張って動画を作る所存です。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。